こちらに来ていただいたときにですね、大きな四角い。はい、では右手の温度計をご覧ください。今 4.6 度を示しています。ではもう少し先にお進みください。はい、ではその辺でお立ち止まりください。ありがとうございます。はい、今ですね、温度計が 4.6 度を示しております。この温度はですね、もちろん電気の力は一切使っていない。このタンクの中に入っているのが八海山の雪室貯蔵酒、日本酒でございます。一升瓶で計算いたしますと最大1000トンぐらいの雪が入りますが、この1000トンという規模はですね、日本全国の雪室のランクでいうと5番目から6番目ぐらいだと言われているんです。販売コーナーの雪温貯蔵庫という冷蔵庫に供給しているんですね。ここだけで使うわけではなくて、いろんなところでこの冷たい空気を活用することで、木の樽自体はですね、オーク樽と言いまして、本来はウイスキーの貯蔵に使う樽なんですね。ウイスキー用の樽で寝かせている米焼酎でございますので、やっぱり色合いとか味わい香りもウイスキー飲んだことないんですけど、はい、お砂糖は一切使っております。濃いですね。濃いですね。